タワーナということで、どうも、シャケオとてもない、シャケトリックマウルです。シャケというね、はい、もうこちらに出てますけども、この真空断熱タンブラー、もう1年半ぐらい前に買っておって、もう自分の分と、まあ今のね、嫁であるユキの分と2つ買ってあったんですけども、商品レビューしたいからっつって、型をずっと上げてなかったんですよ。で、今頃上げるんですけども、まあやっぱ今紹介してもあれなんですけど、やっぱ夏場こういうタンブラーって、このギンギンに冷えた水がずっと長い間ね、冷たく飲めるんで、これすごくおすすめです。サーモスの、真空、断熱タンブラー、すごくおすすめなんだけど、今頃なんでこれ紹介してるかというと、まあ来年の夏まで撮っとけって話なんだけど、まあいやいや、撮っといてもしょうがないんだけど、テレビで、なんか、堀江のチタン二重タンブラーっていうのが紹介されてて、それがすごいらしいのよ。もうなんか、もう、いつまでも氷が残ってるみたいな。ただね、お値段聞いてびっくり。16,000円なのよ。いやー、いつかは買いたいなーとか思いつつも、16,000円はね、さすがに高いよねっていう。いやー、でもこれ欲しいなー。ちょっとぜひ、検索、アマゾンのリンクがあるので、貼っときます。見てみてください。いやー、でもかっこいいんだよ。チタンの二重タンブラーだよ。すごくない？へぇー。いやー、ちょっとねー、いつかは買いたいです。まあだから買ったらそれを紹介しますんで、その前置きだと思うんだけど、まあ買うとしたら来年6月かな。だからまあもう8ヶ月後に、その俺がその商品をレビューし始めたら、ついに買ったんだと思って。うん、今それを買うための貯金しますわ、16,000円。いや、逆に夏、この動画を見て覚えた人は、あ、去年の12月に言ってた動画、これのことだと思ってくれたら嬉しいですという、なんか予告動画みたいな感じです。はい、というかね、もう本当にそれだけの、なんか、よくわかんない動画ではございますけども、見ていただいてありがとうございます。ということで、おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方は、チャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方は、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。また、動画以外では、Twitter でいろいろと呟いてますので、ぜひフォローしてください。たまらんな。